多分だけど、今も俺の身に続いていると思われる話です。なぜ多分なのかは、最後まで聞いていただければわかると思います。ことの発端は、今から3年前、高校2年の7月初め頃の出来事。その日俺は、部活後に友達と話をしていて遅くなってしまい、確か夜の8時近くに一人で毎日通学に使っている人通りの少ない農道を自転車で走っていた。そこは近くに民家もなく、夜になると車もほとんど通らない寂しい場所で、周囲はすべて田んぼ。カエルの声がうるさい以外は、ところどころ街灯があるだけの道なのだが、普段よく通る場所なので、特に不気味さや怖さは感じていなかった。しばらく走っていると、先の方の街灯のところに人影が見えてきた。さっきも言ったように、ここは夜になると、ほとんど人も車も通らない場所ではあるのだが、たまにランニングや犬の散歩をしている人が通るため、最初、俺はそういう人なのだろうと思っていたのだが、50メートルぐらいの距離まで近づいた時、何かおかしいと気がついた。街灯の明かりがあるとはいえ、周囲は真っ暗なので、はっきりとはわからないが、どうもその人影は、やけにでかいように見える。そして、だんだんと近づくにつれて、その人物がかなり異様なことに気がついた。20メートルぐらい近づいたところでわかったんだけど、そいつは身長が2メートルを優に超えている。多分、2メートル50ぐらいはあったんじゃないだろうか。身長もでかすぎるが、さらに異様だったのが服装で、見た目はダボっとした感じのつなぎに見えるのだが、全体の色は蛍光色っぽい黄緑色。そこに不規則で太さも形も大きさも長さも全部バラバラな、青や紫、ピンク、黄色など細長い模様が不規則に描かれており、とても普通の感性の人が着る服には見えなかった。さらに近づくと、田んぼで鳴くカエルの声に混じって、そいつが何かブツブツ喋っているのが分かった。気持ち悪いなぁ。と感じた俺は、なるべく道の反対側を通りながら避けようとしたのだが、5メートルぐらいまでそいつに近づいたあたりから、体に異変が起き始めた。視界が不明瞭になると言えばいいのか、霞むと言えばいいのか、そんな状態になり始め、しかもそれだけではなく、頭がズキズキと痛み出した。とうとう自転車を漕いでいられなくなり、そいつの手前あたりで止まってしまった。そして、その時になって初めて、そいつが何を言っているのかがわかった。声自体はそこそこ大きいが、もごもごとした感じで、発音が不明瞭ではあったが、聞いてください。聞いてください。と、女性のような声で繰り返し喋っている。びっくりしてそいつの顔を見上げると、そこには今まで見たことのないような異様な顔があった。なんと説明すればいいのか、赤ん坊の人相のまま大人になった顔。とでも表現したらいいのだろうか。そんな
明らかに人間離れした2メートル以上ある異様な存在が、俺の顔を上から覗き込みながら、聞いてください、と笑顔で喋っている。そして、そいつと目が合った瞬間、今度はぼやけていた視界が鮮明に戻ると同時に、視界全体が紫色になり、頭痛は刺すような痛みに変わり、さらに顔や腕などの皮膚が強い日差しに当たったかのようにチリチリと痛み始めた。なんだかわからないが、とてつもなくやばい状況だと感じた俺は、頭痛と紫色の視界で思うように動けない状態ではあったが、それの正体を確かめたり、携帯で写真を撮ったりする余裕すらなく、必死で自転車を漕いでその場から逃げ出した。視界の異変や頭痛は4、5分で治ったのだが、その後もずっと気分が悪く、体もだるく、今さっき自身に起きたことを誰かに話す気にすらなれない状態で、その日は夕飯も食べずにそのまま寝てしまった。翌日も寝起きは少し気分が悪かったが、学校に到着する頃には完全に回復し、友達に昨夜会ったことを話したのだが、当然みんな半信半疑の状態で、一応友達何人かが部活後に昨日事件のあった場所まで一緒に来てくれたのだが、そこには当然のように誰もいなかった。だが、この日以降、さらなる事件が起き始めた。俺がこの話をしてから4日後、話を聞いた友人のうち1人が、俺が見たものと全く同じ姿をした怪しい人物を見かけたと言ってきた。場所は俺がそいつに遭遇したところから少し離れたところにある市営体育館の駐車場。友人はその近くに住んでおり、夜中コンビニへ向かおうとして歩いていたところ、異様にカラフルで背の高い人物に遭遇。俺から聞いた話にそっくりの姿だったため、近づこうとしたが、視界がおかしくなり、慌てて逃げ出したという。すぐに逃げたため、実害などはなかったようだが、姿や服装は俺が見た人物と全く同じであり、何を喋っていたのかまでは判別できなかったそうだが、女性のような声だったのも確かだと言っていた。そしてその後も友人何人かがそれらしき人物に遭遇し、それらはどれも特に害はなかったのだが、その後噂が広がり始め、友人たち以外でも遭遇報告がちらほら出始め、そのうち目撃したという話が俺たちの高校以外からも出始めた。そこでいろいろと友達のつてなどを使って話を聞いて回ってみて、興味深いことが分かった。目撃報告は、どうやら俺が遭遇したあたりを中心に、3キロ圏内ぐらいに限定されており、噂では高校生以外でも、小学生や大人の中にも見たという人がいるとの話だった。そして、俺が聞いた中で、最も生々しかったのが、そいつに腕をつかまれた、という地元で結構有名な不良の話で、そいつに近づいて視界が紫色になり、刺すような頭痛を感じたところまでは
俺と同じなのだが、そいつは不良なだけあって、そのまま奴に喧嘩を売ったそうだ。すると奴は不良の腕を掴んだらしいのだが、力はそれほどでもないにもかかわらず、掴まれた場所からありえないぐらいの激痛がして、さすがにやばいと感じて、振りほどいて逃げたと言っていた。そして、掴まれた場所の包帯を解いて見せてくれたのだが、その部分は真っ赤に腫れ上がり、医者が言うには腕の皮膚のかなり広い範囲が炎症を起こしていたとのことだった。要するに、奴には近づくだけでもやばいが、触れられるともっとやばいというわけだ。とにかくそのカラフルで長身の謎の人物は、正体も目的も謎であり、喋り声を聞いたという人の話では、聞いてください、と繰り返していた、との内容が多く、近づくだけで害を与えてくるようなやつが、一体何の話を聞かせたいのか。目撃者の誰一人、聞いてください以外の言葉を聞いたことがなかったようで、それが余計に不気味でもあった。だが、そうした目撃報告や噂も、夏休みに入ると次第に消えてゆき、夏休みも半ば頃になると、少なくとも俺や友人たちの知る範囲では、完全に目撃報告も噂もなくなってしまった。その後、高校卒業まで誰も奴を見ることはなく、噂も自然消滅していき、俺自身も不気味な体験であったことは確かだが、そのことを思い出すこともなくなっていった。これで終わればよかったのだが、この話にはまだ続きがある。俺はその後、都内に進学し、地元から離れて一人暮らしをしていたのだが、つい一週間前のこと。進学後に知り合った友人たちと、俺の部屋で遊んでいたとき、ふと当時のことを思い出し、その時の話をした。もちろん友人たちは半信半疑で、ネタとして聞いていただけで、そのまま流されてしまい、その後は少し怖い話で盛り上がったりしていたのだが、そのうち何人かが、コンビニに飲み物を買いに行ってくる、と言って出て行った。そしてしばらくすると、買い出しに行った友人たちが、やべえ、いた、お前の言ってるやつがいた、と興奮しながら大慌てで帰ってきた。そんなまさか、さすがにネタだろ、と思ったが、彼らの焦り方はやたらリアルで、口裏合わせで演技をしているようにも見えず、落ち着かせてから話を聞いてみることにした。すると、妙にカラフルな姿、異様な高身長、近づく前兆として視界がおかしくなることなど、俺が、彼らに話した通りの姿であると同時に、実は俺は赤ん坊がそのまま大人になったような顔であることや、聞いてください、と女性の声で話していることなどは言い忘れていたのだが、友人たちの話す内容は、その部分までそっくりそのまま同じだった。この友人たちは、俺の地元とは離れたところの出身だったので、当然この噂を事前に知っていたとも思えず、態度からしても、俺を担いでいるとも考えられず、みんなで
目撃したという場所まで行ってみたのだが、結局その時は見つけることができなかった。そしておととい、お盆なので実家へ戻ってきた俺は、地元の友人たちにこの話をしていて、ふと、もしかしたら、と、あることに気がついた。もともと俺も地元の友人たちも、あれは地域限定の通り魔的な妖怪みたいなものなんじゃないかと想定していた。しかし、今回の件なども考慮すると、それだけでは辻褄が合わない。そもそも目撃情報は、俺が最初に出会ってから始まっており、少なくとも俺たちはそれ以前に、奴を目撃したという話を誰からも聞いたことがない。にもかかわらず、俺が目撃して以降、目撃者どころか実害を受けた人まで現れ、しかもつい最近、俺の地元から遠く離れた場所ですら目撃された。さらに言うと、俺の実家は地元での目撃多発範囲内にある。もしかすると奴はずっと俺を追っていたのではないだろうか。俺が高校2年の時から3年間もなぜ空白期間があったのかは謎だが、直接見ているわけではないとはいえ、奴は間違いなくまた俺の近くに現れた。奴がずっと俺を探して追っていたとすると、いろいろと辻褄が合うのだ。もちろん、単なる考えすぎの可能性も十分あるが、それでも考えてしまう。奴にもう一度見つかったとき、俺はどうなってしまうのだろうと。そもそも、あの話を思い出して、人に話した途端にまた現れた、というのも、今となっては偶然とは思えない。